お名前は何ですか？僕の名前はスティール・アレックスです。僕の名前はショー・クドウです。あ、そうなんだ。いつくらいからイギリスに住んでるんですか？だから今年から、今年の9月から実は IB に入って、そしてベッドフォードに、そしてその時からイギリスに寮生活始めました。僕はちなみにイギリスに3年前からいて、2つの、この学校の他に2つの学校に通っていたんです。あ、じゃあイギリスのどっちもの学校は英語の学校ですか？はい、英語の学校です。あ、ビショップストローコレッジっていう学校とロッカーズパークっていう学校です。あ、そうですか。で、3週間くらい前からベッドフォードに来てます。あ、じゃあベッドフォードはによって、だからどうしてベッドフォードに来たんですか？あ、ベッドフッドの他にも結構学校は受かったんですけど、ベッドフッドが一番なんか自由というか、勉強できる環境がすごくいいなと思ったからです。はい、スポーツとか、ちなみにスポーツとかしますか？あ、スポーツは卓球が好きですけど、ラグビーも挑戦したいかなと思ってます。あ、そうですか。どのようなスポーツをあなたはやるんですか？もう自分は本当に子供の頃からサッカーが好きで、ここはそこまでサッカーはなんか人気なスポーツで見られてないんですけど、けれどもそれでもそういう環境なんですけど、でもこの学校でもやっぱ本当にサッカーで強く、ね、なって、本当に実力があるみたいです。そして他にも例えば音楽とか、音楽とか図工とかしますか？ここで。図工は結構好きですね。音楽はあんまりですけど。楽器とかやらないですか？楽器とかは弾きませんね。実も僕は音楽のなんか技術、音楽のミュージックテクノロジーとかが意外と盛んで、そういう理由にもベッドフォードに来た。本当にミュージックテクノロジーとかもすごく好きで、スタジオも本当にすごいです。本当に この学校に来て本当に良かったです。僕は結構画家になりたいんですよね。はい、画家か漫画か。漫画家、はい、やっぱ漫画は、でも漫画でも日本語と英語の漫画を描きたいですか？それか、日本語の漫画を描いて、それを自分でなんかイギリス風に仕立てるみたいな。はい、翻訳、はい、それでもなんかやっぱ例えば日本とイギリスの環境とか、それからその文化についてのそういう違いさをこうやって漫画にあげたいですか？ああ、そうですね。本も書いてみたいと思っています。小説とかですか？小説とかです。ああ、